ウィスパーがついてきてる。やばい、自宅を発見されたぞ。なんで家までついてきてんの。妖怪執事、修也君の執事ですか。お、この年で執事持ちた。そりゃ執事やないか。執事ですよ、執事って。お世話をすることですから。まあそうだね。新しいお家、この間まであのガシャポンの中だったかな。ジバニャンとの出会い。ジバニャンって一番初めのポケモン、あ、じゃなくて妖怪じゃなかったのか。なんか喧嘩してる。オーラが出てる。家のことは君がやるべきだ。またやってるよ。親友のようでもあり敵のようでもあり、複雑なものです。あの居候は置いといて構わないのですか。居候、妖怪の仕業、妖怪の仕業に違いない。上だっけ。Y を押して妖怪レンズ。あ、レーダー Y。 あ、こんな感じ。あ、この辺にいる。動かないから楽だな。どんより犬を見つけた。妖怪レンズで妖怪を見つけよう。もう見つけたから話したらいいのか。チース。私がメールのポポジョワン、ポポジョワン。はい、この時計のおかげで出ていかなんてこと言わないよね、ポポジョワン。力づくといきますか。女に手を出したのジョボワン、女を通したのジュバーン。セミマル。うわ、負けそうだ。負けた。あ、やられた。全然歯が立たない。探しに行こう。3匹ほどの妖怪と友達になってみようか。お、ひもじいだ。食べ物を与えると。ひもじいに食べ物を与えたらすごい仲間になってくれそうだよな。ん？おにぎり。コンビニ、コンビニで買うと高いからスーパーの方が良くない？発汗ベーカリーではパンが買えますし、ヨロズマートではいらないものを売ることができます。とりあえず下マップ見ると公園に何かいることになってる。この辺いるぞ。こっちか。ここだ。これ人んちだけどいいかな。お、近づいた。 Y か。この辺近いんだけどな。もっと近づくに行くのかな。これか。お、タッチペンを出せ。あ、この辺だ。こいつは逃さん。塗り壁。塗り壁じゃねえんだ。しかし襲いかかってきた。戦うしかすることないよな。戦う。とほほー。技 OK。 こっち。あ、いろんなパターンあんだ。あれ、チャージしてる間にも戦闘が終わっていた。
経験値、お金。無理壁が仲間になりそうな顔でこちらを見ている。なるなる。無理壁。ニックネーム、ウォール、壁っち、断る、壁山、壁山さん使っちゃおう。これ壁山で登録されんの、無理壁でされんの。4つの戦法を使い分けます。妖術、ガード、取り付く、ウィス。メニューで持ち物の中かな。カミキリムシ、了解。情報か。あ、妖怪大事で。あ、ちゃんと無理壁だな。豪傑族、19、多いな。12×19 って結構な量だぞ。セミマル、これもいいだな。まあそうだよね。無理壁、あれ鳥がいねえ。見逃したか、さっき。あ、いた。トトトギス、トホホギスだ。トホホギス、左かき、右かき、ズームアップ、ズームアップ、アクション。なんだそのアクションは。何パターンもある。よし、とりあえずあと何匹だ、いるのは。コンビニになんかいる。いた。キュッピー、キュッピー、ニッキー。セーブ早い、ほんと。キュッピー、キュッピー、オッケー。あ、ずっといてくれるんだ。幻の妖怪情報、家の床下なんかにもいる。なんで普通にコンビニにそんなの売ってんだよ。アイスだ。なるだけクリーミーなやつがいいな。俺クーリッシュがいい、クーリッシュ。この店コンビニなのにいらないもの買い取ってくれるんだ。よし、とりあえず2匹目を探しに。どこだ。あ、離れちゃった。コンビニの裏ぐらいか。猫。ちょっと怖い。日記とのセーブは行えません。なんかいる。だるまだ。集中攻撃、狙う。あ、そういうことね。とりあえずこいつを狙うんだ。そして技を使え。回せが一番楽だな。ミンミン斬り。あ、全体攻撃だ、ミンミン斬り。いいね。あ、レベル3じゃねえか。すごいパラメーター上がった。身代わり人形、ジミーがなろうか。一度に複数とか仲間になるのかな。ジミー、はい、お任せ。ヘンドリー、
黒影、ドロロン、ジミニジミーがすでにニックネームなんだよな、このゲーム。影、バーイ、バーチャー影人だな、影人。トローク12の12144か、掛け算かよ。一度に2体とかじゃないんだ。いる、これなんだ。もう早い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 、急に来た。全体攻撃だったからこれ回しとこう。行け、サボってる向こうも。ミンミンビルが使いやすいけど他の技も確認しとかないとな。ボス戦で困ることになるかもしれない。一応戦闘に出てないやつも経験値はもらえる。あ、カップラーメンだ、来た来た。なるなる、これで足りたか。だるだるま、だるいだるまじゃ。ニックネーム、だるま、だるえ、だるえもん。おい、まだる、ぐったり。的書か。ロシアの伝統お土産みたいな感じ。この中からさらに小さいだるまがさらに出てくるみたいな。お、森壁の上だ。この時点で見れたらいいのに。お、とても強い容器、魚屋さん。魚屋さんに行って話を聞いてみる。ちょっとこれ気になる。宝箱かな、いわゆる銅のこけし。おいおい、銅のこけしとかいいのか。ウォッチロック、脱出できないかな。 お金、10円ガム。あんまりゴミ捨て場に捨てられている道具は食べない方がいいと思うよ。これもゴミ箱も。ダンシングスターってなんだよ。よし、とりあえず魚屋さんに行ってみましょう。さぐらニュータウン、魚屋さん。やばい、下のマップ見て動いてると平気で道路に飛び出す危ない子供だ。ダッシュ中だと小回り効かないのか。危ないな、この子供。操作してんの俺だけど。飛び出すで注意、飛び出せじゃねえ、飛び出すな注意。魚屋さん、うわ、魚みたいな顔 してる、言っちゃった。交差点で急ブレーキかける車が多くてな、危ねえったらねえや、坊主も車には気をつけんだぞ。交差点には車も 2,3 回離れそうになってる。お、猫いっぱいいる。あ、怒られた。じゃあ青にしよう。レンズ、あ、かかれちゃダメだ。こっちか。ないな、もっと前かな。 この辺、道路で立ち止まんなって話だけど。あ、やっぱこっち。どこだ、
こっちか。あ、この辺だ。いた。来た。これは猫型ロボットじゃなかった。猫型妖怪。ジバニャンだな。ティース。ニンニン。一味違うぞ。来たに。車を止めるのかですよね。妖怪じゃなければ死んでいた。また負けたにゃん。また負けたにゃん。ポレッチが見えるにゃん。キャラが定まらん。エミちゃん、エミちゃん、エミちゃんって誰だよ。ああ、ダサ。エミちゃんひどっ。ちょ、冷った。車ごときに跳ねられて。写真撮られちゃったの。エミちゃんの写真を取り返しましょう。そうだ、どこにいるの。魚の裏。ジバニャン。ジバクレイの猫ってことでジバニャンなんだよね。ちゃんと押すか。待つよ。待つは早っ。こんだけ早かったら待ってもいいわ。うまい魚が食いたいな。あ、なんかいる。ちょいちょい、いきなりマンホールに入るんじゃねえよ。ゴミ箱じゃねえ。ゴミ箱。10円ガム。さすがにゴミ箱に捨てられてるガムを回収するのはやめた方がいいと思うんだよな。小経験値玉で、こっちが止められてんの。あ、なんだこれ、レベル C かな。で、あれか、レーダーの左上が自分のやつか。まだいいだよな。いた。おう、グレルリ。ジバニャの写真だよ。あの脱水余計か、あの猫の大地か。いやだね、こんなマブイ女の写真手放してたまるかって。マジマブイぜ。3匹もいいんじゃねえか。わざだ。あ、空中攻撃されて死ぬ。バッチリガード。もう一回回すか。なぞれ。あ、ダメなの。ちょっと厳しいな。罠しようとしてると上の状態が判断できないし回せないんだな。ケーブ飛べず突き。単体攻撃か。おい、サボってんじゃねえよ。ダメだ、スッくんが死ぬ。やっぱこの3体かな。ガード、小石の術。まあ、サボってんじゃねえよ。撃て撃て。チャージ完了じゃ。地味な一発。45、なかなかの威力で。この下の魂みたいなやつがたまったら技が使えるってことかな。レベルアップ。138円と10円ガム。
もう絶対許せねえ、売れてやる。もう売れてんだろ。ツッコミがかぶってしまった。後ろに警察いない？御用田さん。何？妖怪系犯罪法を犯した罪で指名手配されていた。あれ、御用田さんはどっち、妖怪人間？リーゼント伸ばしすぎ罪。妖怪捜査官に任命する。まあいいけど。小ヤギ郵便の横で張り込み捜査を続けるから。指名手配妖怪、パスワードをゲット。で郵便で。結構しんどそうだな。ちょっとこれ入れるから気になるから行ってみようかな。くさ、下水道くせやろ。アイテム、錆びた指輪。錆びた指輪ね。持ち物これか。あ、揚力が10も増える。その代わり守備力が落ちる。エミちゃんの写真、巨大化したりはしないのか。アブラゼミ、スーパークロミツ。あ、ダンシングスター。これ小さなメダルか。身代わり人形、必ず逃げられる。あ、復活だ。カップラーメン、ほんのり回復とかちょびっと回復とか、なんかふわふわした設定だな。とりあえずまずはジバニャンのとこに行こう。赤信号なんて怖くない。いいのか、これ。俺っちのまさか取り返してくれたのにゃ。どんよりしてる。ダサくなんてないよ、むしろすごいと思う。見直してもらうためにトラックに挑むなんて。頑張れよジバニャン。いつでも呼び出してほしいにゃん。友達になった。ジバニャンは優遇されてるな。あ、できるんだ。でもジバニャンはジバニャンで行きたいけど、一応見とこう。ジバニャン、ジバクリ、ジン、腹巻、ニャンスケ。ハピタンにしてやろうか。ジバニャンはジバニャンで行こう。イケジバニャン。お、なんか封印が一つ解かれた。早いな。行くか、ドンヨリーヌ。出てこい、俺の友達ジバニャン。メダルの配置か。陣形、まず、ん？ん？さっきのバットマークは何だったの？信号無視したから怒られたのか？お姉さん、はじめまして、こんにちは。外国人かと思ったロボットの斜め上ね。はじめまして。あらあら、ロボットですか。私ロボット違うあるよ。自宅
とまず2階に行って並びを考えよう。ああ堂々と出してるな妖怪。大事点入れ替える。手持ちのメダル、あ、繋がった。塗り壁とこいつ一緒だったよな。攻撃主体で行くならこうかな。あ、パラメータも見れてたな。10、4、8、18、妖力少な。敵から狙われにくい。結構狙われまくってたけど、一目で2しかねえじゃん。回復はマート2がなくてもできるのかな。さすがに守りが高い。ああなるほど、こうしとこうか。で回復、下では両親喧嘩してるけど回復していこう。よーし。そしていっぺんメニュー開かないと日記は開けないか。行くか。揃ったぜ6人。ドヨリーヌ、あのドヨリーヌさん、やっぱ家から出て行ってくれたりはしませんよね。力ずくだ。よし、俺の友達ジバニャン。俺の友達出てこい、ジバニャン。妖怪メダルセットオン。プリッチ召喚。プリッチ召喚。プリッチ、俺っち友達フックワウチ。ねえ、元気がいいですね、ジバニャンは。もっと広いところで呼び出すにゃ。ジバニャンが大丈夫だろ、車に離れても大丈夫だし。よし、行くぜ。やっつけるなんてひどい。ジョワーン、でも負けないジョワーン。これはあれか、まずジバニャンの技から開始かな。技だ技、ピンチ、お払い。おりゃー、まずはいけジバニャン。百裂肉球だ。眠たそう。それなりに強い。つっくん、いけ、つっくん。あ、ジバニャンが取りつかれた。ミンミン切り。ちょっとジバニャンの方が強いな。こうしてお払い。あ、お払いも回すんだ。お払い完了。低分子もゲットできるよ。で、こう攻撃チームに戻す。待たそうか。お前のタックルを見せてやれ。ぶっ飛び続き。結構いいダメージ出るな。連打だ。連打が一番楽かな。狙う前の人しかいないけど。あ、余裕。みんなレベルアップだ。お払いボーナス。まずい漢方。私の負けたばジュバーン。なんとか勝てたぜ。別の会が近づいてくるようです。お前こんなところにいたボーノ。超役立つボーノさんじゃないですか。喧嘩はダメだボーノ。
俺が言い過ぎたほのぼーの機嫌を直してくれぼーの。ほのぼーの私の方が勝手に入れてごめんなさい。ジョバーン。ジョバーンはすごくねえだった。二人は夫婦みたいですね。うちの嫁がご迷惑をかけたほのぼーの。仲のいい夫婦を見たら悔しくなって取り捨てちゃってたの。ジョワーン。友達になってあげるわ。ジョワーン。メダルゲットだぜ。ドンヨリーヌ、なんかベトベトしてそう。ベトベトンだね。お任せ。なんか面白いのあるかな。ボジョワール、黒沼さん、ドヨン、ジメコ。ベトベタ、ベット。ベトベットにしよう。微妙にポケモン混じってるけど。あ、封印が。強いとこは好きよ。惚れたか。ボノボーノはもらえないのかな。ああ、もらえない。ボノボーノいたら便利なのに。ハートが。あんなに怒鳴ってしまって。ありがとう、あなた。何？うん、前の二人。普段からこれか。何一人でブツブツ言ってんの。何でもないよ。夕飯作っちゃうぞ。はーい。スーツぐらい脱げ。テヘペロみたいな。続く。